こんにちは、高中です。時刻は11月中旬の10時頃、表参道に来ております。紅葉と落ち葉が綺麗ですね。目の前には空襲の跡が残る石の灯籠があります。さて今回は表参道からメトロ箱根に乗って小田原まで向かおうと思います。エレベーター専用の改札を通って乗車するのは10時16分発のメトロ箱根21号です。千代田線ホームにもきちんとロマンスカーの乗車位置が表示されていますね。さてメトロ箱根とは、地下鉄千代田線、小田急線、箱根登山線を経由して北千住と箱根湯本を結ぶ特急です。2008年から運用開始、車両は MSE ですね。 MSE は日本で初めて座席指定制特急列車の地下鉄直通を実現しました。カラーはメタリック系の青色とされるフェルメールブルー。号車番号も大きく書かれていてかっこいいですよね。ホームドアで少し隠れていますが、では乗車していきます。ご乗車の際はメトロ箱根21号箱根湯本行きです。次は天井9番には10時3時に町田10時5時小松駅11時4分小田原11時3時4分新宿の箱根湯本には11時53分の到着予定です。ご乗車の列車はメトロ箱根21号箱根湯本行きです。
小田原駅に到着しました。乗車時間は約80分です。乗った感想といたしましては、内装が素晴らしいですね。壁面、座席の背面は木目調、床は絨毯、間接照明でエレガントな感じでした。車窓も小田家の様々な車両が見れて非常に楽しめました。人も少ないので撮影向きではなかったです。さて、これから伊豆箱根鉄道大雄山線に乗って相模沼田駅に向かいます。ご視聴ありがとうございました。